モーゼス夢は、日本のモデル、俳優、スポーツタレント、元陸上ハードル選手、身長186センチメートル、兵庫県甘崎市出身、日本人とアメリカ人のハーフ。2013年3月までは、ミケハウスの陸上部に所属しており、2014年から2015年までは、芸能事務所 B 東京に所属。2016年からはリミックスに所属している。 黒人系のアメリカ人の父親と日本人の母親の間に生まれた。父親はアメリカからやってきたプロダンサーで日本でも活躍している。なお、モーゼス夢の兄であるモーゼス未来も大学生の時までハードルの選手だった。モーゼス夢は中学生の時に陸上をはじめハードル選手としてオリンピックを目指していた。国際武道大学1年、2年生の時に 日本ジュニアを連覇。大学時代の2009年に全日本インカレ陸上優勝。スーパー陸上2009では日本人最高の2位となった。大学生時代、陸上での疲労骨折が原因で練習ができない時期に知り合いからモデルをやってみないかと誘われてモデルデビュー。モデルと陸上で迷っていた時期があったが、大学のコーチにモデルと陸上とを中途半端にやらないで、 と言われたため陸上で結果を出してから芸能界に行くことを決めていた。大学卒業後の2010年にミキハウスに実業団選手として入社する際には1月21日付の放置新聞で報道された。ミキハウスではアスリート一本でオリンピック出場を目指し2012年開催のロンドン五輪と2016年開催のリオ五輪に向けて励んでいたが 2013年3月末にミキハウスを退社。モデル活動に絞り、2015年からは炎の体育会 TV など、スポーツタレントとしてもテレビ出演している。目標のタレントは、昌栄、敬遠小杉、織田信長の家臣だった黒人侍、安家のような存在も目指している。その他、ありがとうございます。